イリンガはタンザニアの都市。人口は112,900人である。イリンガ州の行政の中心として、手工業や食品加工を含む多くの産業が起こされた。中でも足で編まれた手製のバスケットは有名で、国内のみならず外国にも輸出されている。電力のほとんどは、近くのムテラダムから供給されている。交通の要衝でもあり、ダルエスサラーム、ムベヤ、 ソンギア、ドドマにバス路線が通じている、ルアハ国立公園への入り口の町でもある。トゥマイニ大学、イリンガ大学、ムクワワ教育大学、ルアハ大学など、高等教育機関も多い。1890年代にムクワワ州長の率いるヘヘ族が反乱を起こした際、トリデト州長の本人は近くのカレンガ村に置かれていたため、ドイツ陸軍が、 防衛拠点として建設した。南は、ルアハ川を見下ろす高台沿いに、北は、オネヤ渓谷沿いに、町並みが広がっており、郊外には、標高が1550メートルを超す地点もある。6月から8月までは寒く、氷点下近くにまで気温が下がる。タンザムハイウェイが通っており、首都、ダルエスサラームまでは、もろごろ経由で502キロメートルある。 市営の FM ラジオ局が2局とテレビ局が1局ある。ラジオ局は若者向け娯ラックチャンネルのエボニー FM とカントリー FM。他にも州内のキツロヤンジョンベにローカルラジオ局がある。一方、イリンガ市営テレビは幅広い年代が楽しめる、用足したような番組を揃えている。ありがとうございます。